日高のビラトリ町では、ハウス栽培のトマトの収穫作業がピークを迎えています。ビニールハウスの中で日差しを浴びて、だんだんと赤く色づくトマト。ビラトリ町はトマトの栽培が盛んで、道内では最も多い収穫量となっています。こちらの農園では、甘さと酸味のバランスがよく、赤い色味も鮮やかな桃太郎トマトが収穫のピークを迎えています。三月、四月と非常に天候にいい。